오리지널 日記 9月21日 火曜日 お天気は ものすごくもやがかかっていました。 なぜかというとですね、 私最近親友ちゃんと温泉に行ったわけです。 温泉といっても 広い施設のスパみたいなね ところに行って、 朝早く集まって 夜遅くというか、 結構10時間近くいたわけでございますよ。 でですね、 そこで何を食べたでしょう。 そう、おうどんを食べました。 おうどんはですね、 天ぷらうどん。 天ぷらはね、 エビとかぼちゃと山芋と、 もう一個あったけど、 それはもう忘れちゃいました。 それはね、 3時ぐらいに食べたんですよ。 でね、 その次、 おにぎり2個を食べました。 なんでおにぎり2個かというと、 なんか2人で、 おにぎりが食べたいねとなり、 私、高菜、 それと鮭、 ごま鮭、 もうね、美味しかった。 あとはね、 塩サウナも入ったよ。 塩サウナはね、 赤サヨ あるんだよって笑っちゃったで。 9月21日 火曜日の森ひな日記でした。